1835年頃、長男のブランウェルによって描かれた三姉妹の肖像画。左からアン、エミリー、シャーロット。もともとエミリーとシャーロットの間にはブランウェルが描かれていたが、彼自身の手によって塗りつぶされている。ブロンテ姉妹は、イギリスのヴィクトリア時代を代表する小説家姉妹。シャーロット、エミリー、アンの三人を指す。 ヨークシャーのソーントンの牧師の子として生まれた。姉妹三人共同の詩集を発表の後、それぞれ小説を書く。シャーロットはジェーンエア、エミリーは嵐が丘、アンはワイルドフェルや式の人々を発表し、イギリス分団に多大な影響を与えた。姉妹の父、パトリック・ブロンテはアイルランドのダウン県に生まれた。家庭教師を務めた後に、 ケンブリッジ大学に特対免非正として入学。29歳で学位を取り、副牧師となった。本来の生はブランティであったが、ネルソンがブロンテ公爵となると、これにあやかり、生をギリシャ語式のブロンテに変えた。パトリックは文学をたしなみ、詩集や散文を発表したが、認められなかった。1812年、35歳の時にソントンの牧師となり、 裕福な商人の娘であった、マリア・ブランウェルと知り合い結婚。夫妻の間には、1814年マリア、1815年エディザベス、1816年シャーロット、1817年パトリック・ブランウェル、1818 18年エミリー・ジェーン、1820年アンと、計6人の子供が生まれた。アンが生まれた1820年、一家はハワースに移り、 現在、ブロンテ教会本部がある牧師館に入ったが、翌1821年、母が胃がんと結核を併発して38歳で死去。その後は、母の姉エリザベス・ブランウェルが子供たちの母親代わりとなった。1824年、マリア、エリザベス、シャーロット、エミリーは、父の意思によりランカシャーのカウアンブリジ港の寄宿舎に入った。しかしここは、衛生状態が、 極めて悪く、翌1825年マリアとエリザベスは栄養失調のため結核にかかり家に戻されたが、間もなく二人ともわずか11歳と10歳で死去。その後、シャーロットとエミリーも家に戻され、ブラウンウェル、アンと共に空想に吹けることになる。アメリカ西岸にウェリトンを国王とするグレート・グラスタウンという架空の国を作り、シャーロットとブラウンウェルはこれをもとに、 アングリア物語を書いた。また、エミリーとアンは、太平洋の北に、ゴンダルという島を空想し、それは、エミリーの思考の一部から伺い知ることができる。1831年よりシャーロットは、私塾で1年半学び、その後そこで教師を務めた。また、エミリーは、ローヒルスクールの教師を短期間務め、後にシャーロットとアンは、住み込みの家庭教師として、働くようになった。 まだ女性の社会進出がほとんど認められていなかった。当時、教師は数少ない例外であった。1842年、シャーロットとエミリーは語学の勉強のためにベルギーのブリュッセルのエジェキシク学校へ留学するが、同年、留学資金を出していたおばのエリザベス・ブランウェルが死去したため、イギリスに帰国。エミリーはそのままイギリスに残ったが、シャーロットは、 翌1843年に再び、ベルギーへ向かった。シャーロットは、寄宿先の校長に連覇していたが、校長が既婚者であったため、恋が実ることはなく、年内に帰国。シャーロットの帰国後、姉妹たちは、牧師館で私塾を開いたが、生徒が集まらず失敗に終わった。シャーロットは、詩人志望であったが、エミリーが書いていた詩を発見すると、案の協力を得て、 刺繍を作る。1845年、カラー、エリス、アクトンベルの刺繍の題名で刊行ペンネームのカラーは、シャーロット、エリスは、エミリー、アクトンは、アンのことであるが、この刺繍はわずか二部しか売れなかった。また、シャーロットは、教授、エミリーは、嵐が丘、アンは、アグネス・グレートそれぞれ小説を書き、出版社に送った。結果は、 シャーロットのみ変われなかったが、第2作の執筆を求められ、1847年にジェーンエアを刊行した。また、エミリーの嵐が丘とアンのアグネス・グレーも同年に刊行された。ジェーンエアは特に反響が大きく、シャーロットは3作目、シャーリーを書き始めた。ブロンテケ唯一の男児であったブランウェルは父パトリックに溺愛され、甘やかされて育ったためか、 うぬぼれの強い青年に成長した。ブランウェルは他の姉妹たちと同じく文学や絵画を始めるが、いずれも体制せず、彼は文学的才能に恵まれた姉妹たちに対して次第にコンプレックスを抱くようになった。彼は18歳の頃、自分を含めた姉妹4人の肖像画を描いたが、後にこの肖像画から自分の姿だけを抹消している。また、彼は、 他の姉妹たちと同じく家庭教師をしており、受け持ったこの母親と不倫の関係に陥ったが、やがてその関係を父親に知られて解雇された。これらの諸問題から、彼は酒と麻薬に溺れて、急速に生活が荒れ、八百四十八年九月二十四日に三十一歳で、休止。その葬式の折にエミリーは風邪をひき、医者の診察を受けて結核にかかっていることが判明したが、 彼女は自分が病気であることを認めようとせず、薬を飲むことも拒否し、同年12月19日に30歳で死去した。続いて、アンも結核にかかり、翌1849年にスカーブラに移ったが、療養の会もなく5月28日に29歳で死去した。その後、シャーロットは、シャーリー、ビレットを発表。1854年には、 父の反対のため休婚を断っていた、福牧師のアーサー・ニコルズと結婚。やがて妊娠が判明したが、翌1855年3月31日、妊娠中毒症のため体内の子供と一緒に38歳で死去した。結局、ブロンテ家の子供たちは全員子孫を残すことなく創生し、その血筋は断絶した。 なお、上記の通り一家のほとんどが短命だったことで知られる、ブロン的にあって、父、パトリックだけが、例外的に長寿であった。パトリックは、妻と6人の子供全員に先立たれた後も6年に、渡って生存し、1861年6月7日に84歳で死去した。ちなみにエリザベス・ブランウェルは66歳で死去しており、当時としては、 長生きの部類だったと言える。ありがとうございます。